シャノンブリックスはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン出身。ブラウンズビルで育つ。元 WBO 世界ヘビー級王者。ザ・カノンの異名を持っている。幼少期はホームレスだった。彼が12歳の時、友人と公園にいると同じブルックリン、ブラウンズビル出身のマイク・タイソンが現れ、幼かった彼は、 恐れと衝撃を受けたが、人生を変えた体験だったと語っている。17歳の時、ブルックリンのボクシングジムに入門する17歳で、ボクシングを始め、アマチュアボクシングで頭角を表し、1991年のパンアメリカン競技大会では、ヘビー級デニーとなる。さらに、1992年には、アマチュアの全米王者となった。 1992年7月24日に20歳でプロデビュー。プロ転校後も強さを見せ、デビュー後数年間で30戦29勝1敗24個という戦績を積み重ね、1997年11月22日にノンタイトル戦ではあるが、ジョージ・フォアマンと対戦し、2から0判定で勝利を収めた。すでにキャリアの終わりだったとはいえ、 コアマンに勝ったことで注目を集めた。1998年3月28日には、初の世界タイトル戦として、WBC 世界ヘビー級王者のレノックス・ルイスに挑戦する。しかし、この試合は5回 TKO で敗れて、王座ダッシュはならなかった。その後のンタイトル戦を挟み、2003年7月19日に、空位のイブ王座を獲得。 2006年3月18日には、リッキー・ライアンを4回戸で倒し、ナボ、ナバ北米ヘビー級王座を獲得し、さらに同年5月24日には、アズバ全米ヘビー級王座も獲得した。そして2回目の世界タイトル戦として、2006年11月4日には、セルゲイ・ヤコビッチに挑戦する。試合は12回に、ヤコビッチをリング外に叩き出し、 劇的な12回2分59秒 TKO で勝利、WBO 世界ヘビー級王座を獲得した。この勝利は、2006年8月に、オレグ・マスカエフが、WBC ヘビー級王座を獲得して、以来、主要4団体のヘビー級王座をすべて旧ソビエト、連邦圏出身の王者が独占する、というボクシング大国アメリカにとって、屈辱的とも言える状況に終止符を打った。 しかし、2007年6月2日、スルタミ・ブラギモフに0から3で判定負けを喫し、王座陥落、再び主要4団体のヘビー級王座をすべて9、ソビエト連邦県出身の王者が独占することとなった。2009年12月3日、マーカス・マギーと対戦して1回個勝利を収めるが、試合後のドーピング検査で陽性反応が検出され90日間の出場停止処分が課せられる。 2010年10月16日、WBC 世界ヘビー級王者ビタリ・クリチコに挑戦し、12回大佐判定負けで王座獲得ならず。ブリックスは、顔面骨折、左眼下骨折、尾骨骨折、左上腕二頭筋の断裂、鼓膜破裂の重傷を負い、集中治療室へ運び込まれた。2014年4月11日、約4年ぶりの復帰戦を行う。 その後、約2ヶ月間の間に4連勝を果たし、6月発表の WBA ランキングで14位にランクイン、約4年ぶりの世界ランキング復帰となった。その後は、ウラジミール・クリチコに挑戦すべくクリチコを挑発し続けたが2015年3月27日、パナマシティでゾルタン・ペトランディと対戦し、初回1分52秒小勝ちを収めたが試合後もと、 WBA 世界クルーザー級王者で同年中に2年間の出場停止処分が解除になるギレールもジョーンズと絶戦になりあわや乱闘寸前だった。その後、クリチコとはやりたいが、ジョーンズの行動は本当に許せない。クリチコの前にジョーンズをぶっ潰すと話し、ジョーンズに照準を定めた。2016年11月1日、WBA は最新ランキングを発表し、 ブリックスを WBA 世界ヘビー級5位にランクインした。同日、WBA は WBA 世界ヘビー級3位のルーカス・ブラウンと WBA 世界ヘビー級5位のシャノン・ブリックスに対し同年12月31日までに WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行い、その勝者は WBA 世界ヘビー級6位のフェリス・オケンドと1 0 8日以内に対戦するよう指令を出した。2016年12月8日、WBA は最新ランキングを発表し、ブリックスを WBA 世界ヘビー級4位にランクインした。2017年1月5日、WBA は WBA 世界ヘビー級4位のシャノン・ブリックスと、 WBA 世界ヘビー級5位のフェリス・オケンドに対し、同月2日から、WBA 世界ヘビー級王座決定戦に関する対戦交渉を開始し、30日以内に、WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行う、ことで合意するか合意できなければ、入札を行うとの指令を出した。シャノン・ブリックス対、フェリス・オケンド戦の勝者は、WBA 世界ヘビー級3位のアレクサンダー。 ウスティノフとの対戦義務を負うとのこと。2017年1月26日、WBA は WBA 世界ヘビー級王座統一トーナメントを行うと発表した。上述の WBA 指令に基づくフェリス・オケンドとの WBA 世界ヘビー級王座決定戦を制し、アレクサンダー・ウスティノフ戦も制すれば、ウラジミール・クリチコ対アンソニー・ジョシア戦の勝者対、 ルイス・オルティスの勝者と唯一の WBA 世界ヘビー級王者を確立するために対戦するとのこと。2017年2月2日、WBA は WBA 世界ヘビー級4位のシャノン・ブリックスと WBA 世界ヘビー級5位のフェリス・オケンドの間で行われる WBA 世界ヘビー級王座決定戦の入札を同月13日に WBA 本部で行うと発表した。最低入札価格は100万ドルで報酬の分配は50%ずつになるとのこと。2017年2月13日、WBA 世界ヘビー級4位のシャノン・ブリックスと WBA 世界ヘビー級5位のフェリス・オケンドの間で行われる WBA 世界ヘビー級王座決定戦の入札が行われ、 ブリークス陣営のヘンリー・リバルタが40万ドルを提示したものの最低入札価格の100万ドルに満たなかったため入札は不成立に終わった。WBA は同月23日に入札を行うとの通知を出した。2017年2月22日、WBA 世界ヘビー級4位のシャノン・ブリックスと WBA 世界ヘビー級5位のフェリス・オケンドの間で WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行うことで合意した。そのため、同月23日に予定されていた入札は中止となった。シャノンブリックス対フェリスオケンド戦の対戦日時や対戦場所は後日発表されるとのこと。2017年5月23日、同年6月3日にセミノールハードロックホテルカジのハリウッドで、 WBA 世界ヘビー級5位のフェリス・オケンドとの間で WBA 世界ヘビー級王座決定戦を行う予定だったが同月14日にワダが行った薬物検査でブリックスの尿検体から規定値を超えた高濃度のテストステロンが検出されたため試合は中止となった2017年6月17日 WBA は最新ランキングを発表し ブリックスを WBA 世界ヘビー級3位にランクインした。2017年7月21日、WBA はシャノンブリックスに対しテストステロンが検出された同年5月14日を起点に同年11月13日までの出場停止6ヶ月の処分を下した。2004年3月27日、埼玉スーパーアリーナで行われた K1 にも出場し、 トム・エリクソンに一ラウンド個勝利を収めている。2005年に制作されたリュック・ベッソンの映画、トランスポーター2には役者として出演した。ありがとうございます。